ちょっと待って、ちょっと待って、無理無理、ちょっと待って。なので今日はすんちゃんがちょっとこう日本人女性とか日本に関する質問を2人にしていきたいと思います。じゃあまあじゃあ5個目ですね。じゃあもしこうやって韓国の大使、多分付き合ったことないからね、まだね。付き合いたいんですか一応。韓国の男子だから付き合いたいとかはない、うん、好きになったら誰でもいいって言ったらいいけど、やっぱり言い方言ったら別に本当に3人10歳とか20歳上で全然なったら全然いい。結婚をするんだったら結婚はできるかできないか、もし、しかも大事のは韓国に来て住むの。あ、でも韓国好きですから。でもそうそう、だから韓国で住むから。え、それそんな付き合った初日とかに言うわけじゃないですよね。だから普通に結婚の話だったら来てほしいなって、まあ、そうそう。でも結構好きなの。結構好きだったら私は行く。おお。し、なんか海外とか違うとこで住んでみるの楽しそうっていうか、そういう経験、自分のその幅が広がるみたいなのがすごい楽しそうっていうので。リカちゃんはね、もう行く。ほな、じゃあめぐりちゃんは行くんじゃないですか。本当？じゃあ自分の仕事辞めるんだよ。え、別にそれはまた韓国で勉強して頑張ればいい。じゃあここでプラス、じゃあ韓国に来ました、韓国で勉強して仕事もできますか、韓国で。え、したいです。したいです。あ、韓国は昔からそうだけど、女の子はちょっとね、家を守ってなんかそういうのも多いじゃん。もしそういう男が来たらどうします？あ、別にそれはそれでいい。ああ、そうか。すごい嬉しそうだから、仕事しなくていいって感じ。もっと楽しそう。もうバレてんで、もうめっちゃ赤いからね。もうこれ正解。この子は主婦が主婦。今はちょっと忙しい仕事やから、余計そう思うかもしれない。じゃあ最後ですね。これ聞くか迷ったんですけど、最近すごい質問もらったけど、うちら23年生まれると何て言うんだっけ、理想の女性ワールドカップかな、うん、この間やったとか。すごい珍しいのはこうやって奥さんじゃん、でも普通に AV 話とかするし、なんで青い空が好きって言うても全然平気だし、そういう質問多かったの。全然韓国はありえない、そういう話だって。ほら逆に平だよこっちは。全然そういう、もし彼氏とか。え、逆に韓国の女子はその彼氏がその AV 女優さんが好きとか言ってるのが嫌ってことですか？当たり前。もうそういうの出したらダメじゃん。そうかな。いや、本当に日本人だからね、分かんないよね。もう今みんなすごいって言うと思うよ、本当に。え、でもなんか私らがこの芸能人好きって言ってるのと、うん、一緒ぐらい。じゃあ若干マン、ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ芸能人とちょっと AV はちょっと違いますね。韓国にしたら、例えば付き合いました誰かと、うん、そのことが韓国人なの。その子男がもしね、家帰ってなんか AV のなんか日本の AV の人のなんか DVD を見つけました。それどうですか？まあでも日本ってそういうイメージなんかなって。うん、思っちゃってる。確かに。なんか女性としてそういう見方をされてるのかな。そう、だからそれも男だよね。確かに、それだからなんか一瞬怖くなります。あ、そう、怖い。だからすごい怖いわ。ちょっと待って。あ、なんかつけたりね。日本人女子ブランドみたいな。うん、だから私じゃなくて、その先にある AV 見てるやろみたいな。だからちょっと整理したら、見てはいいよ、そこには別に何も思わないんだけど、見てもいいし、あのこの間がすんちゃん言ってたみたいに、この人この女優さん好きとか言ってても全然、うん、あ、そうなんだみたいな。ただ全然そうなんだで終わり。あ、例えばゆかをゆかとして見ないで、うん、日本人女性として見て付き合ってるんだったらそれは嫌だって、うんうん、見てもいいし好きにしてもいいし、でもそうだね、好きにせなんだ。すごい文化ですね。そうなのかな、逆になんかそこかぶせちゃうのが、なんか AV 見てるイコールなんか浮気じゃないけど、なんかそういうふうになる
感覚があんまり分かんない。あ、でもそういう風に見られるってことですね。韓国女子には AV のその人好きとか言ったらめちゃ浮気する男子なんかなって思われるってことですか。俺以外で他の女の子見てるやん、なんかそれ見てなんかちょっと変なことそう変なことちょっと発散してるやん、わかんないの。いやでもじゃあわかるんですけど、でも逆にそれをこっちに求められてめっちゃ発散されても違う無理無理、ちょっと待ってわかんない。例えばもしね、男が一緒に見ましょうって言ったらどうする？一緒に、うん、一緒に。あ、それは一人で見てって。そういうこと。何を求めて一緒に見てほしいかによりますね。一緒に見てほしい。はい、そうですね。臨機応変に対応します。いや、すごい、このゆかちゃんは。だから何を目的で見るかはそれを決めて言ってね。まあいいや、まあ、この話もいいや。ありがとうございます。じゃあ。この話この話で終わり。はい、どうでしたか今日二人。楽しかったです。本当に。本当ですか。またぜひインタビューさせてください。めぐりちゃんもどうでしたか。いっぱい、まあ、お夫婦と喋れて面白かったかな。ありがとうございます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。すんちゃんとめぐりちゃんと二人ゆかちゃんでした。インスタフォローお願い、グッドコムお願い、グッドコムお願い。はい。